はきっと聞いてくださいな。パンチパーマって今流行ってんの？パンチパーマって今流行ってんの？心だけは捨てないよ。これが終わりだと知っても誰にも思い出とか希望は奪えない。わーいわーいだね、あいちゃん。わーいだね、あんた。ちづきちゃん、いてくれた、ありがとうございます。手を重ねた時のぬくもりをイメージして、辛い時ほどほら笑ってみせるよ。いつも僕は嫌なこと一つで嫌ったこと全部を忘れてしまいそうになるけれど、少しずつ強くもなって思いを立てないほどの悲しみが僕を選んだとしても、誰かがこの運命のくじを背負うなら、僕は避けて生きるだけの人になりたくない。辛いのは分かってるけど、明日笑えるように。運命の子よりは巡るゲームのように、振られた際にほら人は当てられた道たどっていく。この目に映る全てのものは奪われたりなくしたりするけれど、君がくれた言葉だけは誰にも奪えない。何も見えない暗い進むために。いきものさん、ありがとう来てくれて。素敵なものにでもどんなに辛くてもいちいち憂えてられない時代で、楽はすぐ先去り辛い時の方が長く感じる。嫌な相対性理の中で過ごす眺め、ゆっくりと浮かぶ白鵬雲を見て、いつか僕みたいだね、君の声探してるよ。さよならは言わないことにしよう。これが終わりだとしても自分でさえ希望とか心とかって奪えない。一日が終わり眠る前に、明日会えるかなとか無理なのも分かってるけど、愛の住む心のど真ん中は誰にも奪えぬから、明日を笑っても帰るためにいい。ふわふわ
憂鬱と共に流れてゆく同じ雲にまた誰かが自分みたいって重ねるのだろう。はい、ありがとうございます。 UVERworld さん、悲しみはきっとでした。いいね。